よろしくお願いします。どうもレゴラジです。今回はこちら、2022年上半期大人のレゴ好きが選ぶ買ってよかったレゴ20選ということでですね、ちょっと勘違いしてうっかりしてたんですが、上半期って6月までですね。こちらはね、5月までに発売された製品を、Twitter でね、皆さんおすすめのレゴ教えてくださいってつぶやいたら、たくさんの方がね教えてくれたので、そちらを紹介していきたいと思います。こちらのシリーズはね、レゴラジ動画で人気のシリーズ、毎年ね年末にやっているんですが、今回は上半期、今年の上半期のおすすめレゴを教えてもらいました。それでは早速いきましょう。まずは私レゴラジのおすすめレゴ、レゴスターウォーズルークスカイウォーカーのランドスピーダーということで、価格はね23,980円、ピース数が1,890円の、大きな大きな大人レゴとなっております。こちらねライブで組み立てながらね、みんなに応援してもらいながら組み立てたんですが、まあ完成度もね、組み立ててる時の楽しさも、かなり良かったです。もしかするとこのまま、今年買ったレゴ一番になるかもしれないセットでした。ここからはねツイッターで教えてもらったレゴの紹介になります。まずはひろげひろくんからのおすすめ、レゴクリエイターのスーパーロボット、こちらね価格は1180円、製品番号は31124で、ピース数が159ピースとなっております。まあ、ヒロゲーさんから言わすとこれしかありませんねということで、レゴロボをねやってる方にはねありがたいセットなのかな。パーツが多分いいんですよね。レゴラジもこれ組み立てました。とってもかっこよかったです。こちらのヒロゲーさん、YouTube チャンネルやってますので、ぜひヒロゲーで検索してみてください。続きましてゴマさん、レゴマニアジュニアさんからのおすすめレゴ、71032のレゴミニフィギュアシリーズ22ですね。今年のミニフィギュアシリーズ、どれが出てもいいというか、今回ハズレがなかったです。特にキノコ、どんぐり坊やは何個あってもいいとのことです。まあ、おすすめレゴを語る上でね、ミニフィギュアシリーズっていうのは絶対外せないですよね。こちらねゴマさんね、ゴマさんの作品かなりおすすめなのでね、ツイッターぜひチェックしてみてください。びっくりしますよ。そしてレゴニストさん、いつもご参加ありがとうございます。レゴニストさんもねゴマさんと一緒でミニフィギュアシリーズ22ですね。いやこんな風にね並べるともうねすごいですね。レゴラジ的にはね、あのね唐辛子みたいなね赤いピーマンみたいなやつが大好きです。でこちらはね498円、1パック498円なんですが、どうしてもね毎年ボックスで買っちゃうんですよね。止まらないですよねミニフィグ愛が。続きましてはジュンブリックスタジオさんからのおすすめ紹介です。75339デススタートラッシュコンパクターということでね、ミニフィグラインナップが最強&ジオラマなので細部まで再現されているからということです。そうなんですよね、これねレゴラジもね組み立てたんですが、ギュッてやってもちゃんとしてる。ギュッてやってもね。で、ミニフィグも最高。で、ちなみにね、下の画像は、レゴラジが組み立てた方の画像になってます。こちらライブ、動画でも紹介しております。とってもいいのでね、ぜひちょっと見て、チェックしてみてください。続きましては、ナオタさんからの紹介。バズライトイヤー76832。とても美しくミニフィグも良かったですとのことです。レゴラジねこのバズのシリーズまだ買ってないんですよ。買いたいんですよね。これもかっこいいな。これはねちょっと皆さん一緒にチェックしていきましょう。価格は6980円で、ピース数が497、ミニフィグは3体、これねプレートもついてるんですよね。かっこいいっすね。続きましてサクさんからのご紹介。2022年上半期の買ってよかったレゴは41702、フレンズのハウスボートです。ボートのデザイン、そして充実した小物、とても遊びがいのあるセットでしたとのことです。
レゴフレンズシリーズね、今年まだねレゴラジ買ってないんですよね。でもねこのねちょっとディズニーっぽい船みたいな感じ、これ欲しいな。価格は9480円で732ピース、ミニフィグは3体なのかな。これいいな。ミニフィグは4体ですね。買ってみようかな。続きましてミミハムさんから75326ボバフェットの宮殿とのことでね、スターウォーズシリーズのねこれボバの宮殿かっこいいんですよね。何気にね、ミッキーのミニフィグがついてますけどね、あと後ろには、ボバのスターファイターもねありますね。相性抜群ですね。これは大型セットなんですよね。次買いたいと思ってたやつをおすすめしていただきありがとうございます。次はブルーマンさんからのおすすめ。ブルーマンさんもね、レゴ好き集合でしたっけ、チャンネル名 YouTube やってますので、ぜひチェックしてみてください。でバズですね、バズのサイコルサイザイあザイクロプスの追跡、コスパが良いとのことでおすすめいただきました。こちらもねレゴラジ超気になってるセットです。4プラスで87ピース。ほう、まあ手軽にねこのバズのミニフィグがゲットできるいいセットじゃないでしょうか。次はねアディダスの靴ですね。オンドブリックさんからのおすすめ、10282アディダス。すんげー安売りしてましら。紐がいいです。そうね、これ紐もねついてるんですよ。まあ、どう紐がね、レゴ公式なのかアディダスのものなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、これもね完成度かなり高いレゴですね。そう安売りされてたんですけどね、今はもう安売りされないですね。もう廃盤に向かってるのかもしれません。ただまだ購入は可能なのでね、気になる方はぜひねちょっと買ってみてほしいな。でオリジナルのね、デコレーションとかね紐変えたりするとね、かなり遊べると思います。で温度さんはねなぜかね、右下の画像のようなものになってますけどね、すごいですねある意味。続きまして母さんからのおすすめレゴ、私はこれお花です。バラバラにも飾れるし連結もできる、緑の卵や緑の胞子のほかあまり見ないパーツが多いなと思いました。あ、帽子かということでね、多肉植物ですね。レゴラジもねこれね欲しいんですよ。嫁ラジがね多肉植物育ててまして、ちょっとね作ってプレゼントしたら喜ぶかなと思ったんですけどね、こういうのをね綺麗に飾るセンスが欲しい。こちらのセットは多肉植物、6280円でピース数は771の大人レゴですね。アイコニックシリーズってやつです。ボタニカルコレクションになるのかな。続きましてドラチニワンさん、すいません読み方わかんなくて申し訳ない、教えてください。40518ハイスピードトレインはパーツがうまかったですよということでね、美味しかったのかな食べちゃったのかなという意味ではありません。いろんなね組み替えとかね自作でレゴをする方にとってはありがたいセットだったようです。こちらねレゴラジ動画でも紹介してますが、思ったより再生されたんですよね。やっぱり電車鉄道は強いですね。価格もねこれ2500円で安いんですよ。でのレゴコーナーのねレゴストアだとキーホルダーとかねブリックヘッズとかねそういうところに売ってます。まだまだ買えると思うんでねこれ買ってみてください。かなり面白かったです。で連結ができるのでね1セットだけじゃなくて2セット買ってった方がいいかなと思います。次はこちらスネークマンダロリアンさんからのご紹介。自分は75324ダークトルーパーの攻撃ですね。年末に見たマンダロリアンの最終話でダークトルーパーに息子ともども魅了されたのですが、ミニフィグだけで5000円超え。そんな矢先に発売され2つ買って息子と2人で3人で今でも楽しく遊んでいますということでね、そうですよね。まあ一番売れたのこれじゃないのかな、箱数で。まあ勝手な想像ですけど、まあ、大量にね買った人もいますよね。8箱とかね買った人もいるんですよね。あ、私です。続きましてケッケさん、ハリーポッターのホグワーツ魔術学校のスーツケースですかね。
デザインや再現できる部屋が変えられることや、生徒フィグもカスタムできて、レゴならではと思いました。これあれですかね、本になってるやつですかね。開くとなんかお部屋になってて、魔術学園の中みたいになってるやつ。そうかな。りょうやさんからのご紹介。はじめまして、はじめまして。このページを見るの初めてです。ありがとうございます。息子がレゴ好きでいつも YouTube 見ています。ありがとうございます。すいません。本当申し訳ない。ありがとうございます。息子がレゴ好きでいつも YouTube 見ても、あ、今読んだやつ。2022年で買ったレゴ何？と息子に聞いたら迷いなくアジアンフェスティバルの春節の氷祭りと答えました。毎年細かいところまで作られていてフィギュアも多く外れなしです。とのことです。いや、ありがたいですね。見ていただいて。そして応募していただいて。いや、もう、レゴを紹介してもらったことよりも、そっちの方が嬉しくて。ああ、これ買おうかな。続きまして、パルさんからのご紹介。いいですね。私はトイストーリーのブリックヘッズです。ディズニー系のブリックヘッズは毎回買ってますが、バズに電池が入ってることにテンションが上がりました。そうなんですよ。ちなみにウッディには綿綿が入ってますよ。組み終わったら全く見えない部分ですが、こだわりを感じます。そう、これブリックヘッズはね、組み立ててる時も面白いんですよ。完成したらね、全然見えないんですけどね。中にはね、カラフルなパーツが使われていたりね、今回のようにね、電池とかね、綿が入ってたりするんですよ。なのでブリックヘッズいつも買わないという方、今度ねスターウォーズも出ますのでね、またぜひ買ってみてください。出た、スターウォーズ大ファンのボバさんからのご紹介。いつもねありがとうございます。やはりデロリアンですかね。パート1、2、3のデザインに変えられるのがいいですし。そうなんだ。ミニフィグのドグとマーティーの服がパート2なのがすごくです。すごくいいってことか。すごくですね、あ違う、すごくですね、光るパーツが使われていて、次元転送装置、次元転移装置の部分が光るようになってるのがいいです。とにかくかっこいいです、とのことでした。まあめっちゃ売れたレゴですよね。これレゴラジ買わなかったんですけど、こうやってね見たりね言われたりすると欲しくなっちゃうんだよな。おすすめ上手ですね。続きまして、しげさんからのご紹介。今年のってなるとレゴシティのクレーン車ですかね。結構な高さまで伸びるし、アウトリガーがあるので安定してるので、結構な塊でも吊るせるのもすごいいい。へえ。青いカラーリングもかっこいい。建設現場に1台置いとくだけで様になる素晴らしいセットですね、とのことです。これかっこいいな。ちょっと型番調べてみよう。ありました。製品番号60324、ピース数が340で、5480円のレゴシティですね。ミニフィグは2体ついてます。かっこいい。お、いいじゃないですかこれ。続きまして、しこつこさんからのご紹介。40517ですね。安くて簡単に作れる上、すごくサイズがちょうどいいんです、とのことでね。ベスパですね、ミニベスパ。大きいベスパもね発売されたんですけどね、こちらは1000円台でね、とっても買いやすくてね、とっても可愛いんですよこれ。ぜひねおすすめなので組み立ててほしいです。そしてクッキーさんからのご紹介。レゴ60314アイスクリームトラックを終えですね。一言かっこいいと書いてあります。レゴラジもねこのねミニフィグ、アイスクリームのミニフィグがね青とピンクありますけど、これ欲しくて買ったんですよ。で他のセットに緑が入ってて3体揃うんです。ぜひねそちらの方もチェックしてみてください。ということで、今回は2022年上半期大人のレゴ好きが選ぶ買ってよかったレゴ20選ということで、皆様からねおすすめいただいた、レゴを紹介してまいりました。この動画がね役に立ったとかね、ためになったとかね、面白かったとかいう方はね、ぜひ動画への高評価、あとねチャンネル登録してね、次の動画もお待ちください。ぜひねよろしくお願いいたします。またこれからもねこういった企画などね、みんなで盛り上がれるネタを考えていきたいと思います。ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。コメントもねお気軽に書いてってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またね。